合がいい女性、セカンド女性、浮気相手ではなく本命、ド本命として思われたいですよね。放置をするっていうことはしないですよね。です。今日は本命彼女にしかしない行動についてお話をしていきます。やっぱりどう考えても適当な女性、都合がいい女性、セカンド女性、浮気相手ではなく本命、ド本命として思われたいですよね。今日はね、そういった男性が本命女性にしかしない行動をねしていただいて、そして皆さんがお付き合いしている彼がどのような行動を取られているのか、またね、これからお付き合いをする男性にそのように扱ってもらえるような知識として知っていただけたらなと思います。では早速いきましょう。1つ目、連絡がマメであること。これは好きだったら男性って惜しみなく与えたいっていう願望があるので、待たせるようなことはしません。既読スルーのような放置をするっていうことはしないですよね。なので本気で好きであるならば駆け引きそこまでさしないですね。性格的な部分もありますけれども、結構コンスタントに連絡がやってきます。好きだからアタックしたいんですよね。なのでマメの人が多いです。次に2つ目は自分のテリトリーにその女性を入れます。そのテリトリーというのは家族の話をしてくれたり、または家族の話をしてくれた上にかつ紹介をしてくれたりとか、また親しい友人、親友に紹介もしてくれます。自分が行きつけのお店のマスターとかにもご紹介をしてくれたりとか、自分が普段関わっているこの中にね、その女性を入れます。これって本命女子にしかしないんですよね。適当な女性だったらもう入れないって感じですね。これも覚えておきましょう。次に3つ目は短時間でも会おうとしています。で、女性が会いたいっていう気持ちを男性に伝えたとしても、男性は時間がなくても時間を作る努力をします。そしてエッチがなくてもそれは満足してくれるんですよね。短時間でも往復すごい時間かかったとしても会いたいってなるんですよ。恋の力がそうさせるんですよね。なので会いたいと思ってる方、言ってもいいと思う。自分が愛されてるっていう自信があるんだったら、まあ、全然言った方がいいかなと思いますよ。男性に来させた方がいいんですよ。はい、次に4つ目はたくさん質問してくれます。たくさん質問するっていうことは、まあ、単純にお相手の女性のことを知りたいんですよ。様子を伺いたいんですよ。何をしてるのかな、これが好きなのかな、どういった価値観を持ってるのかな、自分と同じ考えなのかなっていうところを知った上で、彼女の満足度を、幸福度を上げるための行動をしたり、会話をしたり、楽しい時間を作ってくれます。なのでね、質問がたくさんあるなと思ったら、あ、彼は私のこと結構好きなのかも、本命と高いのかもと思ってもいいと思います。次に5つ目は体調などを気遣ってくれます。彼女の体調が悪かったりとか、風邪をひいたりとか、ちょっと咳込んでいても大丈夫とか、どうしたのとか、なんか俺にできることあるとか、彼女のことを心配したりとか、どちらかというとちょっと過保護なぐらい心配したりですとか、あと大丈夫って言っても様子を伺ったりとか、常にケアをしてくれます。本命じゃない方に関しては、大丈夫でしょうとか、みんな風邪ぐらい引くよとか、寝てれば治るよとか、あんまりというか全く心配していない状態ですね。とにかく自分のこと以上に大切に思ってくれているので、とても心配してくれます。はい、次に6つ目、彼女の言ったことを結構覚えてます。皆さんもこういったことないですか？好きなことって結構覚えてませんね。好きだからこそ覚えちゃうみたいな、彼女が言った言葉、セリフとかもしっかりと覚えていて、それを活かしてくれますね。例えば彼女がこういったものが好きなのって言ってたら、今度さ、それを食べるに連れてってあげようとか、彼女がこういうことを困ってたって言ったら、じゃあ今度その解決策を教えてあげようとか、そういったことを覚えて自分が役に立とうと頑張ってくれます。記憶力がいいんですよね。次に7つ目は将来の話をしてくれます。具体的に彼が考えている将来の未来像であったりとか、自分が思い描いている夢とかを彼女にプレゼンですね、自分プレゼンをして、自分はこういう人生を考えているんだっていうことを知ってほしいと思っているので、
結構ね、自分の将来の夢とかそういったことを言葉にしてくれます。で、お付き合いをしていたら、まあ、結婚という話をね、まあ、出したりとか、将来結婚したらとか子供ができたらとか、こういうところ住みたいなとか、そういった2人のね話をして、まるまるちゃんどう思うとかって言って、彼女の意見を求めたりとかしてくれますね。どうでもいい人に自分の話はしません。例えば将来俺はこういうことしたいんだって言ったとしても、それは単なるね、プレゼンというかただの会話ですね。本命女性に関しては、俺はこう思ってるけれども、まるまるちゃんはどう思うとかっていう形で、彼女の意見まで聞いてくれます。なぜなら一緒に未来を考えているからこそ意見を聞いてくれるんですね。ですので、将来の話をしてくれる、かつ彼女の意見だったりとか彼女の価値観も知りたいと思っているのでね、そういった会話をしてくれます。次に8つ目、与えることを惜しまない。これは男性はね、好きな女性の役に立ちたいと何度もお話をしていますけれども、例えばプレゼントを送ったりとか、どこか遠くとか近所に行っても出張に行っても、彼女のことがこの辺にあるので、あ、まるまるちゃんはこれが好きだから買ってってあげようかなとか、これを持ってったら喜ぶかなとか、そういったプレゼントとかもしてくれますね。うん、あとはその記憶力もあるので、しっかりと彼女の誕生日を覚えていて、彼女が喜ぶようなバースデープランを考えてくれたりとか、そういったね、喜ばせるために与えるってことを惜しみません。はい、次に9つ目、ラストですね。嫉妬します。これはどうでもいい女性には男性は嫉妬はしないんですね。だから本命の彼女がちょっと今モテているとか、アプローチを受けているとか、または元彼とか、何かしら他の男性の影を感じたら、やきもちを焼いたり無口になってしまったりとか、ちょっとふてくされたりとか、そういったことがあります。それもね、独占欲が出ているかなと思ってみたらいいかなって感じですね。はい、ということで本命彼女にしかしない行動、9つお話をさせていただきました。最後まで見てくださり本当にありがとうございます。この動画を見てよかったなと思ってくれた方は、ぜひ高評価とコメントをお願いします。いつもたくさんの応援に励まされています。私の勇気、励みの源です。ではこれからも自分のことを大好きになって、エグゼクティブな男性から愛される方法をお伝えしていきます。チャンネル登録をしていただければプレビーナスサロンに無料入学となりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。